はい、どうもりんチャンネルです。この動画投稿されるの多分平日に投稿されてると思うんですけど、まあ平日なんでね、みんなもそんなに動画見る人多くないかなと思って、ちょっと今日はいつもとは全然ちょっと違う趣旨のトークしようかなっていう風に思います。何の話をしたいのかって思うかと思うんですけど、僕のツイッターとか見てらっしゃる方だったらわかると思うんですけど、まあ僕パチンコスロットをやるんですよね。でその多分ツイッター見てる人からすれば、土平日からこいつスロットばっかりやがってとか思うと思うんですよ。クズみたいな生活しやがってみたいな思うと思うんですけど、まあそれはそれで僕の中では結構大事な時間であったりするんですよね。ネタを考えたりとか、パチンコ屋にいる時ってお金を入れるだけでもちろん出たりはするんですけど、基本的にその無で入れるんで、ネタを考えたりとか動画を考えたりとか考え事する時、僕パチンコ屋ってすごく僕の中では昔からよくってストレスもたまるんですけど、まあ、そういう意味ですごくいいっていうのもあるし、そのパチンコ屋さんに行くと結構洋服好きな人っぽい人だったりとか、おしゃれな人だったりとかっていうのを見たりとかもできるから、その普段見れないような人を見れたりするから、そういう人間観察的な意味とかっていうところでも僕の中でパチンコ屋ってすごいいいんですよね。その人間観察じゃないですけど、そういうのもできるんで、僕の中では一石二鳥みたいなところがあるんですけど、まあ、そんな中でちょっと題材は今日パチンコ屋さんなんですけど、そのパチンコ屋さんで疑問に思ってることが僕あるんですよ。もうこれ本当に最近疑問に思ったとかじゃなくって、もう何十年も疑問に思ってることなんですけど、その話をちょっと今日はくだらない話をしていこうかなと思います。でそのくだらない話とは何かって思うかと思うんですけど、パチンコ屋さんってまあ年中無休でやってるじゃないですか。大体どこの県も多分その営業時間こそ違えどやってると思うんですけど、まあ、平日ってみんな普通仕事してるじゃないですか。ほとんどの人がサービス業だったら平日がお休みだったりする場合もあるんですけど、まあ、みんながみんなじゃないじゃないですか、まあ、大体の人が土日が休みだったりするわけじゃないですか。そんな中平日に毎日パチンコ屋さんにいるやつらって何やってる人なんだろうって疑問に思うんですよね。でそれだけで動画終わっちゃうんですけど、そうじゃなくって、まあ、そういう人が何気に高級車であったりとかそういうの乗ってたりとかするし、その着てる身なりとかもむちゃくちゃ高いものを着てたりとかするのが結構、まあ、群馬県の僕の住んでる地域で見受けられるんですよね。他県とかはちょっと分かんないですけど、サービス業とかで仕事休みで来てる人とかだったらまあ分かるんですよ。週に1回とか2回じゃないですか、いても。でも毎日いるやつっていうのがいるんですよ絶対に。でパチプロとかではないんですよ。絶対それで生計立ててるわけじゃないんですよ。もうその出てる出玉であったりとか座ってる台とか見ると分かるんですけど、毎日いるやつっていうのがいるんですよね。僕がホームにしてるホールにもいるんですよ、そういう人が。でってことはお前毎日パチンコやってるのかって思われるかもしれないですけど、まあ最近結構毎日のように行ってて、最近結構考え事が多くって僕の中で、まあプライベートもそうだし、まあその動画のこともそうで結構考えることが多くって、家で考えてるとなんかその不安神経症の影響ですごく調子悪くなっちゃうんで、パチ屋に行ったりとかするんですけど、ここ最近行ってて、その中でもすげえなって思ったのが、まあ、50代ぐらいのおじさんなんですけど、乗ってる車がレクサスのむちゃくちゃ高いスポーツカーなんですよね。多分数千万する車乗ってて、でほぼ全身ビトンなんですよ毎日。でビトンじゃない日でも、まあ、ビトンに並ぶようなハイブランドなんですよね、着てるものが。もう本当に頭からつま先まで、本当靴とかキャップまで。でここ10日間ぐらい毎日してたんですけど、その10日間で同じ服1回も着てないんですよね、ビトンとかで。ハイブラですよ、ハイブラで。それって結構やばくないですか。もう何百万とかじゃないですか、まあ、そんな感じのおじさんがいて、何の仕事やってんのかなってすごい不思議に思っちゃったんですよね。しかも新作なんですよ着てんの大体。それでだからハイブラ着て、そんなパチンコ屋って拘束時間やっぱ打ち始めちゃうと長いから、仕事の合間に来てるっていう感じじゃないし、本当に僕が行った日は毎日いるしみたいな感じで、で勝ってるわけでもないんですよね。多分その自分の中の決まった予算がなくなるまではずっと売ってるみたいな感じなんですよ。多分10万とかだと思うんですけど、そんな感じでずっと売ってて、すごい不思議に思うおじさんがいて、僕の中でビトンおじさんって思ってるんですけど、おしゃれかおしゃれじゃないかって言われたら別におしゃれではないんですけど、高いもん着てるなっていう感じの方なんですけど、もう本当に不思議なんですよね、そういう方というか。まあ、それ以外にも若者とかでもいるけど、若者だったら、まあ、大学生が授業行かないでとかっていう場合もあるから、まあ、わかるんですけど、そういうバリバリ働いてるような年齢の方ですよね、まあ、僕ぐらいの年の人とかもっと上の方とか、まあ、働き盛りというか、そういう人で高級車乗り回して毎日いる人って本当何してんのかなと思って、昔からパチンコ屋あるあるじゃないですけど結構不思議に思ってるんですよね。まあ、皆さんもパチンコスロットやる方って多分いらっしゃると思うんですけど、結構不思議に思うことってないですか、そういうので。何で生計立ててんだろうって
っていうふうに思うんですよね。昔は土方の方とかのその土方の偉い人とかはね、その現場行かないで打ってらっしゃる方とかっていましたけど、今ってそういう土方の人とかじゃなくって、そういう一般人っぽいんだけど毎日いて、なんかすごく高いもの着てる人っていうのがいたりするから、すげえ不思議だなと思って、なんか動画にしようと思って動画にしたんですけど、でもパチンコ屋だけに限らず公営ギャンブルもそうですけど、結構不思議な空間っすよね。この人たち普段何やってんだろうっていう人結構いるじゃないですか。その競艇場行ってもそうだし、競馬場行ってもそうだし、まあ、パチンコ屋行ってもそうだし、もう毎日いるような人って、もう常連みたいな、そこの長みたいな人っているじゃないですか。その結構不思議だなと思って、なんか世の中にはいろんな仕事あんだなと思って不思議に思ってるんですけど、だって生活ができなかったら全身ビトンとか着れないじゃないですか。そんなレクサスの超高い車なんか乗れないじゃないですか。でもそれが乗れてて、まあ毎日打てるってことは、それなりにやっぱお金持ってるわけだから、まあ何かしらお金が発生することをしてるわけじゃないですか。それがすごい不思議だなっていう動画なんですよ。内容むっちゃないんですよ今日。ただそういう僕の中でそのビトンおじさんがむちゃくちゃ気になったんで動画にしたんですけど、まあ、本当にそういう人って何やってるんですかね。別に悪いとかいいとかじゃなくって、単純に気になったっていう感じなんですよね。ただ聞くわけにもいかないじゃないですか。喫煙所で一緒になったんですけど、普段何してるんですかとか聞けないじゃないですか。毎日いてとか聞けないから、なんかちょっと会釈するぐらいの感じの距離感なんですけど、まあ、地味に顔見知りになったりするんで、僕もそんなような風に思われてると思うから、なんかすごく不思議だなという感じなんですよね。そのパチンコ屋って結構毎日とか行くと、まあ、顔見知りになったりするわけですよ。みんな顔覚えたりして、なんか微妙にこうつながりができたりする時があるんで、結構不思議な空間なんですけど、でもそういう人って本当何やってんだろうなって思うっていう動画なんですよね。まあ、みんなも思ってる人いると思うんですけど、本当にこの不景気だと言われてるのによくわかんないけど生活できてる人っているんだなっていうので、不思議でしょうがないなっていう風に思うっていうお話なんですよね。でも本当多いんですよね。その僕が使ってるパチンコ屋さん、そのホームにしてるところだと、本当に 2,3 人はそういう金持ちそうな、まあ、僕より上の世代の方っていうのがいるんですよね。まあ、その一番目立つのがそのビトンおじさんって呼ばれてる、僕の中で勝手に呼んでるだけですけど、そのビトンおじさんが一番僕の中では目立つんですけど、でも他にも何人かいて、あとはまあパチプロ軍団みたいなのはいるんですけど、でも不思議でしょうがないなっていうのを昔から思うんですよね。もう本当に10代の頃からパチンコとかスロットとかやってますけど、やっぱいつの時代もいるんですよね、そういう人が。気になりますけどね。まあ、皆さんもそういう気になることないかなと思ってちょっと動画にしてみました。平日のね、ちょっと息抜きがてらゆるく見てもらえるかなと思って気になったことを話してみたんですけど、まあ、でも皆さんもそういう経験ってあるんじゃないかなっていう風に思います。まあ結論がないんで、終わり方がとか締め方がちょっとよくわかんないですけど、起承転結が今日の動画ないのでわかんないんですけど、でもそういうギャンブルっていうかお金がかかるところだからこそ、なんか変わった人もいたりするから、なんか面白い、人間観察するのに面白いところだなとは思います。あとは余談なんですけど、もう動画終わるんですけど、余談なんですけど、最近いなくなっちゃったんですけど、当たるたんびに大声出すサラリーマンっていうのが僕の行ってるホールにはいて、そいつは最近いなくなっちゃったんですけど、出禁になったかもしれないですけど、大当たりするたんびに大声で叫ぶサラリーマンがいたんですよ。なんかむちゃくちゃイケメンなんですけど、非常に残念なやつがいて、なんか周りの人はもうビクビクしてたんですけど、僕的には結構こいつすげえ面白いなとか思って見てたんですけど、やっぱそういうお金が絡むからこそ、なんか変な気候に走る人もいたりするから、面白い空間だなっていうのを思います。ギャンブルするところっていうのは、まあそんな感じでね、なんか皆さんの地域にも多分そういう不思議な人いるとは思うんですけど、気になるなと思う出来事なんですよね。出来事だったり人なんですよね。みんなもそう思う人いると思うんですけどね、これ群馬県だけじゃないと思うので、どこの県でもいるのかなとは思うんですけど、まあそんな感じでね、本当に内容がないんですけど、こんな感じで終わりにしようかなと思います。まあ、動画時間もね、今日のやつは短いと思うのでサクッと見れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ久々にはちょっと真面目じゃないというか、ちょっとだらけたというか、そういう動画でもいいのかなと思って動画を撮りました。まあ、そんな感じで終わりにしようかなって思います。で、いつもお願いしてるんですけど、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今回これで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you